はじめちゃん、今日の街でやり合うのも最後になってもうたな。そうだな。土佐へ行く前にわしと一勝負せんか。いいだろう。さすがはじめちゃんや。わしも体がなまってしょうがなかったんや。ほな行くで、はじめちゃんや。はじめちゃんや、また一段と強なったんとちゃうか。そうかもな。わしと勝負したかったらいつでも言ってや、相手になるで。いい味だ。どう？はじめちゃん、もう今日の街で思い残すことはないが。いや、な、今日の街で思い、初めて、もう今日の街で思い残すことはないが。ああ、大丈夫だ。よっしゃ、役者も全員揃ったようやし、みんなで土佐へ殴り込みや。そろそろ土佐やな。ああ。
土佐言うても広いで。竹ちゃんどこにおるんや。はじめちゃん、あてはあるんか。きっとあいつはあの場所で待っている。俺たちの運命の歯車が狂ったあの場所で。見えてきたな、あれが土佐か。なんだあれは。な、何やあれは。あれが土佐なんか。要塞のような町やな。違う、あれは俺が知っている土佐じゃない。土佐に一体何があったんだ。すべてはあの場所で始まった。俺は東洋のおやっさんを失い、逃げるように土佐を出た。そして一年、まだここに戻ってきたっちゅうわけか。運命っちゅうやつやな。きっと竹地は高知城で待っている。俺たちがやってくるのを差し向かう。心は清き水鏡。きっと君と竹地は互いに見えているものが同じ。私と近藤さんのようなものなのだろう。だとしたら竹地を止められるのは君しかいない。せやな、お前しかおらん。この戦いに終止符を打てんのは。ああ、行くぞ。敵は高知城にあり。おお、ダメ
やっと来たか。佐々木忠三郎。京都見回り組がなんで竹地に協力するんや。あんたら旗本は幕府があってなんぼやろ。ふん、俺を幕府に買われとるだけのふぬけと一緒にすな。俺は幕府がなくなろうが知ったこっちゃない。日本始まって以来の国を二分した大喧嘩、そんなおもろい祭り邪魔されてたまるかいな。なんだと。旗本なんてつまらん身分に生まれたことを俺は何度呪ったかわからん。じゃあけどお天道様は俺を見放しとらんかった。こんなええ時代に立ち会えたんやからな。戦争を始めるためだけに竹地についた、そういうことか。なや、ええとこのボンボンかと思うたら案外気が合いそうやな。さあ、おしゃべりはこんくらにしとこうか。新選組切手の使い手が勢ぞろいしてるんや。楽しませてくれんとな。行くでー。さすが身風呂の精鋭どもや。せやけど、ち、大した戦力だ。ここは俺がやる。お前らは先に行け。新八。なんや新八ちゃん、ええとこ持ってく機会な。冗談言うてる場合やない。掃除土方藩、お前らは斎藤を守ったれ。狙う。相変わらず硬いの。ま、しゃあない、譲ったるわ。京都見回り組ごときに遅れを取るなよ長倉。斎藤、お前にはお前にしかできんことがある。頼んだで。
行くぞ。死ぬなよ、中倉。土方さんに起きたく、それに斉藤君も一緒か。伊藤、土方さん、あなたがいけないんですよ。あの時素直に私が局長になっていれば、新選組はもっと大きな力を手に入れられたんです。このように国を動かすほどの力をね。ああ、そうそう、君たちにお見せしたいものがあるんです。これが私の組織、五稜英治たちです。貴様、彼らは特別な訓練を受けましてね。おかげさまで新選組大使の頃より格段に強くなっています。では始めましょうか。行け、皆殺しにしろ。
さすがですね。やはりあなたたちは別格だ。新選組を舐めてもらっては困るな、伊藤。ですが、なんだと。言ったでしょう。あの頃より格段に強くなったと。斉藤君、ここは俺に任せろ。土方さん、城までもうすぐだ。ここでいつまでも足止めされるわけにはいかないだろう。竹千を止められるのは君しかいないんだ。分かったらさっさと行くんだ。土方さん、すまない。斉藤君、頼んだぞ。Come on!
そこまでです。身風呂の峰さん、お前は？申し送りました。私、英国で貿易商を営んでおります、トマス・グラバーと申します。トーマス・グラバーだと。じゃあお前が武士と組んで薩長へ武器を流していた武器商人なのか？ほう、よくご存知で。武市先生にはひいきにしていただいております。いや、坂本龍馬先生でしたかな。さて、こうして皆様の前へ伺ったのは、武市先生のお仕事を円滑に進めるため、私も人肌脱ごうかと思いまして。つまりあなた方にここで死んでいただくということです。我が国自慢の最新兵器でね、いまだに鉄の棒を振り回してる野蛮なあなた方にはもったいないくらいですが。ほう、覚悟はいいですか？やれ！Damn it!
バカな。こんなもんか。まだまだ食い足りんで。トーマス・グラマーちゃん。調子に乗り寄って。これならどうだ。これはまさか生身の人間二人にここまでの兵力を投入することになるとはな。だがこれでおしまいだ。ええやないか。受けて立つで。起きた。はじめちゃん、しゃあないから竹千はあんたに譲ったるわ。その代わり、このおもろそうなおもちゃはわしがいただくで。一人で戦おうというのか。この兵器、この人数を相手に。はよ行けや。あんたにはつけなあかんけじめがある。せやろ。兄さん。それやっぱ恥ずかしいわ。行け、はじめちゃん。頼んだ。さあ来いや。今宵の菊一文字はよう切れるで。来たか、龍馬、竹千。ここを覚えてるか。おやっさんが死んだ場所だ。忘れるわけがない。この一年で土佐は変わった。だがここだけはあの日のままだ。俺がそうさせた。あの日おやっさんはな、俺ではなく龍馬、お前に土佐勤王党を託すつもりだったんだ。何？気づいてなかったか。お前はそういう奴だ。昔っから人のために自分を投げ出してしまうくせに、手前のことになるとさっぱりだ。俺はお前のそういう甘さが許せなかった。そんなお前に土佐を託そうとしたおやっさんもな。お前は勤王党の名手でいたいがためにおやっさんを殺したっていうのか。前にも言ったはずだ。一介の豪士が土佐を、ましてこの国を変えようと本気で思うなら、手段などこだわってはいられない。革命には血が必要なんだよ。お前やおやっさんのような甘いやり方じゃ世の中は変わらないんだ。だがおやっさんの考えは変わらなかった。だから俺はおやっさんの意志を引き継ぐためにおやっさんを殺したんだ。意志を継ぐために殺すだと。そんなバカな話があるか。おやっさんの意志は土佐を変えろってことだ。
ラさんはその手段にこだわりすぎた。血を流さない方法にな。だからおやっさんの意思を邪魔しているのは他ならぬおやっさんの存在そのものだったんだよ。おやっさんの目的を果たすために育てられてきた俺がその障害を排除するのは当然のことだろう。武市、お前こんなこと言ってもお前に理解されないのは分かってる。お前はおやっさんによく似てるからな。芹沢カムにおやっさんの暗殺を依頼した時から俺はお前の名、坂本龍馬の名を語るようになった。なぜだか分かるが、俺とお前どっちが正しいのかケリをつけるためさ。俺は俺の信念を貫き死で世界を変える道を行く。新選組にいればいずれもう一人の龍馬の噂は耳に入るだろう。お前なら何もしないわけはない。坂本龍馬の名はお前への挑戦状だったんだ。挑戦状だと。坂本龍馬という人間は歴史を血で塗り替えた男として語り継がれるか、それとも吉田東洋と同じ道を歩んだ男として語り継がれるか。俺とお前のこの一年はその決着をつけるための時間だったということだ。どちらにせよ坂本龍馬は歴史を変えた男として名を刻む。おやっさんの意思を継いだことに変わりはないと思わないか。バカなことを言ってんじゃねえ。そんな勝負にどんな意味があるって言うんだ。俺にとっちゃそれが何よりも重要だったんだ。そのためならどんな手も使った。お前の動きは逐一報告させたよ。新選組の山崎、それに宿屋の女を使ってな。お龍のことか。全てうまくいっていた。お前が薩長の中を取り持ったこともうまく利用してこの国に倒幕戦争を引き起こす寸前まで持っていくこともできた。だが大政奉還まで成し遂げちまうとはな。あれには俺も奥の手を使わざるを得なかった。それで京へ日を。ああ。だがそれすらお前は乗り越えやがった。まさか本気の伊蔵すら倒すとはな。愛する女の裏切りさえ受け入れた。どこまで行っても変わんねえよ。お前は。だからお前をここへ呼び出したのさ。俺とお前誰にも邪魔されず最後の決着をつけるためにな。それで初めて俺は俺の正しさを証明できる。兄弟。兄弟か。懐かしい響きだ。その言葉を聞くと心の底から熱いものが込み上げてくる。だがもう戻ることなどできない。坂本龍馬として生きた男は二人いらない。
どうしてだろうな。今日はやけに兄弟が生き生きとして見えるぜ。ああ、俺にもわからねえ。お前とまた戦えると思うだけで心が躍る。待ってる間に若返っちまったようだ。後悔はなしだぜ、兄弟。忘れちまったな、後悔なんて言葉。来い、ヨア、行くぞ、タケチ。Shoot!
タケチ・ハンペーター、覚悟！龍馬。だが、キレ龍馬、俺を切って坂本龍馬という名を取り戻すんだ。あんた言ったじゃないか、坂本龍馬は大宮で死んだと。だがあれはどっちが正しいかなんて俺はどうでもいい。それより俺にとってはおやっさんや兄弟が大切なんだ。兄弟の言う通りさ、俺はどこまで行っても自分の手が届く世界しか守れねえ。その程度の器の男だ。その言葉を聞いてよく分かった。むしろ俺の方が時代を変えられるような器じゃないってことかな。俺は力でこの国を変えようとした。だが序列や階級を打ち破ろうとしていた俺がいつの間にか序列と階級を利用し始めていた。そうなったら最後もっと大きな権力に使われる立場になってしまった。今となっちゃおやっさんの気持ちが痛いほどわかる。おやっさんの気持ち。ああ、時代を変えるには非常さよりももっと大事なもんがあったってことだ。大事なもん。愛さ、どんな苦しみがあろうと愛を最後まで捨てなかった人間だけが世界を変える。一年前土佐を抜けるとき、お前は無条件に俺を守るという道を選んだ。非情な道を選んだはずの俺の心は揺れた。お前の愛の前では知恵や策略は通用しない。そう悟った。あの時すでに俺は負けていたんだ。そのことに気づくのが遅すぎたかな。あんたにだって愛はあるさ。カツラに、もしもの時は俺のことを頼むって言ってくれてたんだろう。ずっとあんたは俺を守ってくれていた。ガキの頃からずっと。それがあんたの愛なんじゃないのか、兄弟。龍馬、兄弟も俺も一度死んだ。竹地半平太は土佐で、坂本龍馬は大宮で死んだんだ。一度死んだ人間同士、もうこれ以上血を流す必要はねえ。憎しみ合う必要もないんだ。だから俺は、あんたを許す。
あんたは俺の兄弟なんだ。竹地半平だ。夜が明けるな。ああ兄弟、さあ行くとするか。てめえのケツぐらいてめえで拭かなきゃ死んだおやっさんに顔向けできねえからな。何をする気だ。父さんをぶっ壊すんだよ。この巨大な武器とかした父さんを山内陽殿の手に渡す前にな。どういうことなんだ。俺はお前が新選組に入った頃から陽殿に使われるようになっていた。あの男は俺や幕府の勝林太郎を使い、イギリスから武器や兵器弾薬を仕入れさせていたんだ。全てはある計画のためにな。この国に大戦争を起こすためか。いや違うんだ。山内陽道はこの国を、兄弟、これだから合子上がりは信用できんのだ。よっと竹地よ、お前が裏切ることなど花から想定内のことだ。お前の考えを見破れんようではこの国の全員を騙すことなどできないからな。騙すだと。お前があの坂本龍馬か。いやなかなかいい活躍だったぞ。大政奉還、あれは想定外のことだったが結果的には非常に助かった。この国を傷物にしないで済んだのだからな。何を言ってる。あいつこの国を丸ごと売るつもりなんだ。イギリスに。何だと。言葉が汚いぞ竹地。教えただろう、売るのではない、イギリスの一部になるだけだ。国としての体は守ったままでな。同じことだ。あんたが狙ってるのは国王、帝になって変わる、そういうことだろう。今後この国ではわし以外の万民は平等にクズとなる。つまりお前らの言う階級社会を壊してやろうというのだ。貴様ふざけるな。近くイギリス艦隊をこの土佐に招き入れる手はずだ。成立したての今日の新政権になすすべはない。日本はイギリスの植民地となろう。イギリス人というのは実に合理的でな。自分たちの利権を最大限引き出せる日本人を密かに探していた。強い権力を持ちながら国を売ることをも厭わない人間を。それがこのわしだ。どうした、お前もわしにひざまずくか。今土下座して来えば命は助けてやろう。増兵の一人ぐらいにはしてやるぞ。
か。ならばこのわし自ら死を与えてやろう。おい、何してるんだよお前。やめろ。龍馬。